京都物産展。それは俺の7歳の誕生日のこと。親父が京都物産展に連れてってくれた。俺たちは手をつないでデパートまで歩いていった。日曜日の昼下がり、5キロの道のりを手をつないでデパートまで歩いていった。八つ橋がある、親父が言う。京都物産展だからな、絶対八つ橋がある。本当だ、八つ橋はすぐ見つかる。棚の上にたくさん並んでる。いろんな色の、いろんな八つ橋。色の白い綺麗な姉ちゃんが言う。いらっしゃいませ、お一ついかがどすか。あの姉ちゃんも京都から来たのかな。京都じゃみんなあんな風に綺麗なのかな。ま、あの姉ちゃんが中国物産展の時もいたのは知ってるけれど、想像するのはいつもただだし。食品の八つ橋を頬張りながら親父が言う。ああ、京都はいいとこだ。飯はうめえし、女も可愛い。それに知ってっか、京都は昔日本の首都だったんだぜ。親父は何だって知ってる。けど親父には仕事がないし、親父の財布には金もない。俺は昨日学校で会ったことを思い出す。担任の先生は俺の顔を覗き込んでいった。正直に言いなさい、給食費を盗んだのはあなたでしょ。あなた以外にお金を盗むような子はいないのよ。正直に言いなさい、賞を取ったあなたの作文、あれ誰かに書いてもらったんでしょ。あなたに上手な文章なんて書けるわけないもの。ねえ、どうして素直になってくれないの。先生には何でもわかるのよ。先生のことお母さんだと思いなさいっていつも言ってるでしょ。それから俺は夕べの電話を思い出す。夕べ遅く、親父が小さな声でかけていた電話。親父は電話に向かって言った。なあ、もう一度やり直せねえかな。そうか、ダメならいい。一泊置いてまた行った。せめて子供の顔でも見に来ねえか。そうか、ダメならいい。俺たちは八つ橋を食べる。いろんな色のいろんな八つ橋。食品のケースに並んでる全部の八つ橋。すると喉が渇き始める。お茶を探そう、必ずお茶があるはずだ。親父が言う。京都物産展だからな、必ず宇治茶があるはずだ。俺たちは手をつないで人混みの中を必死で歩く。俺の目に狂いはね、親父が言う。絶対にお茶を試飲できるとこがあるんだぜ。俺たちはお茶を探して歩く。すごく喉が渇いて、1秒ごとにもっと渇いて。でもお茶は必ずあるはず。だってここは京都物産展なんだから。俺たちはぎゅっと手をつないで歩いてた。絶対に離れないようにきつく手をつないで。俺たちはくたばるわけにはいかなかった。俺たちは今日のこの日を生き抜いていきたかった。だって来週には同じこのフロアで北海道物産展が始まるんだから。ありがとうございました。